はい、黄金世代の鼓動でございます。今日なんですけども、久しぶりに始めたばかり人向けの、お話をやっていこうかなと思うんですけども、今日は、フォーメーション編というところをやっていきたいなと思います。ちょっと、コメントでもいただいてたんですけども、まあ、フォーメーションどういうふうに考えてキャラクターを配置してるかみたいなことをいただくので、それをやっていきたいなと思います。はい。基本的にはですね、今こちらでやっているのですが、今そうですね、ランクマはこれでやってるんですけども、まあ、本来だったらそうですね、まず3-2-3-2の今日本フィジカルでやってるんですけど、まあ、これの理由としては本当は日本クラブ、あ、日本じゃない、クラブパンのね、金褒めの方がいいんですけど、まあ、まず金褒めをまずやっぱり集会とかで取って、まあ、頑張って毎回取るっていうのが基本になってくるかなと思うんですが、このフォーメーションで本来今デバフパーに合うので、少しでも若林を強くしたいっていう、でフィジカルパーだとまあまあそこ普通に何もしょうがないよりは強くなるのでっていうところなんですが、今日はフォーメーションの特性において、どのフォーメーションだとどういうふうに考えるかみたいな話をしていきたいなと思います。まず 3-2-3-2 ですね。基本は今ずっと自分の動画とかを見ていただいている人だと 3-2-3-2 多いと思うんですが、3-2-3-2 のいいところっていうのは、基本的にはこの DMF ですね、この DMF のボランチ2人がしっかり守備れることで、ここですね、今昨今翼とか、こうサイドでね切り込んでくるキャラクター多いのをダブルケアできるっていうところですね。ダブルケアできるので2人置いてるっていうのと、がメインです。前はこうしてたんですけど、やっぱり今松山くんやっぱ狙われる対象になってくるくらい、非全力時だとなかなか止まらないので、どちらかというと今チムスキーというよりは絆とデバフブロックの要因化してるような感じですね。はい、正直なかなかね、まあ、ちょっとした敵、守備を持ってない敵とかとマッチングするのはいいんですけど、やっぱり今どうしても昨今翼ラファエル規定になってくるので、まあ、取れない、まあ、ラファエルはまあたまに止まりますけど、翼はまあ取れない、初段から取れないので、うん、そんな感じで今こっち置いてやってるような形です。で 3-2-3-2 でやってるところってのはもう単純にも守備ですね。自分はやりやすいっていうのと守備があるのと、あとはこの辺にフリーマンがいた時にここと2人で作って進軍していけるような、こことのコミュニケーションで進めていけるような形があるので 3-2-3-2 が好きな感じですね。あとは3トップにしたいんですけど、3トップの時に今日本ベースのキャラクターでやってると3トップで推進力があるサイドっていないんですよね。要は、海外パーとかだと、まあ、分かりやすいのが、クリスとか、ナットレーザー、最近だとねフェスのサンターナとかも推進力があるキャラクターかなと思います。普通に、ブラジルドリームコンビつけて、ワンツーしてっていうので運び屋で、それで A パスですけどフライングドライブパス A とかで、ね、運び屋として使ってる人も結構いるんじゃないかなと思うんですが、まあ、結構海外パだと推進力あるキャラクターいるので3トップでもいいんですけど、今自分のこのベースでやると、推進力かけサイドにね3トップやると昨今のディフェンダーとマッチング、まあ、昨今のディフェンダーというとまあこの人たちですけど、さすがにねジェンティーレとマッチした時っていうのはあれなんですが、井川のお兄ちゃんだったりラドゥンガはもう完全に読みがちなのでじゃんけんキャラですね。そして、赤井くんとかであれば、まあ、ワンツーでね全然抜けちゃうキャラクターなので、うん、そういう意味では、ツートップでやってます。はい、うん、まずそこの考え方ですね。まずは普通ボランチでここから起点にできる、本当はだからこっちの起点にしやすいんですよね。こうとか、まあ、グランディオスを置くっていう考え方でもいいんですけど、グランディオスは今置けないチームなので、即日本が崩れちゃうんですよ。即日本崩れちゃうのでそこがね一番なので、結構今回期待しているのはヒューガくんですね。ヒューガくんが、フェスヒューガくんが出るとここが外れて下げて、こういうね、こういうこともできるのかな、できるかな、即クラブだと 1,2,3,4
5できますね、はい、できるので、こういう、まあ、これをサイドに置いて、まあ、結構バランスよく、ここは速ヒューガ君がしっかりハマってくると非常にバランスが良いデッキになってくるような気がしてます、はい、なのでそこを今待ってる状態なんですね、ぶっちゃけでいくと、はい、うん、でまあ、元に今でもこれ組めないんですよ、これが即2本が組めなくなっちゃって絆減っちゃうので、まあ、そういう理由ですね。あとは、グランディオスはもともと使っていたんですけども、グランディオスを外してる理由としてはもちろん、混戦 F プレッシャーか、プレッシャー非常にいいんですけれども、まあなんか犬の匂いつけみたいな形でまずマッチングしてとかっていいんですけど、やっぱりねマッチアップすると弱いキャラなので、マッチアップされたくないというような形です。でディフェンスに関しては、昨今こう翼が起点になっているキャラクターと日野くんをストライカーにしているキャラクターが多いので、あのラインを調整しながら、ジェンティーレと、まあこちらの赤井くんでしっかり止めたいですね。要はサイド攻撃を止めてセンタリングを防ぎたいというような形なってます。本当はこういう人とか多いんですけど、こういう時に、こういう風に、ね、井川とかここに曽我、まあ、両方いるとどっちのサイドでも翼いいんですけど、こうなってるともう自分は、まあ、この関係値にされると正直自分が相手がこことここだったら結構狙いやすいんですよね、うん、もう要はここに狙って翼くんぶつけていくみたいな、このね攻めの上げ方っていうのは結構動画で始めたばっかり回で結構やったかなと思うんですけども、その辺を狙っていくっていうターゲット化されたくないと。ただ逆にジェンティーレがあることで、ジェンティーレサイドに置くとこれ狙い目真ん中なので、まあラインの頑張り方次第なんですが、ラドゥンガと、ラファエルでなんとか真ん中の攻撃をシャットアウトしたいなと。で特にうまくマッチングできるのは、ラドゥンが前のラファエルが後ろだと、タックルパスカットっていうねダブルマッチングでできることができれば、翼とくんとかも止めていけるので 3-2-3-2 は、こんな形で考えています。まあ、あとね最近まだクリハまだのクリスハースのデッキもあるので、クリハ来た時にどっちでも、まあ、まあまあまあ、うん、たまに止めてくれるんでクリスに関してはという形で、相手が翼くん真ん中でご了承してくるんであれば、まあ、後半ジェンティレとかねサイドに振ったりとかするんですけど、あくまで自分のデッキの考え方というのは基本的には、今の、まあ、ランクマの多勢ですね、多勢の方に対して、マッチングして、不都合がより少ない可能性が高い組み方という形になるので、自分どうするかというよりは今環境がこうだからこれに合わせてこういうデッキを組んでいるっていう方が、現実的ですかね。だから環境がまたね、あのトレンドキャラの多く配置されてるキャラが変わればまた変わってくるかなと。だからジェンティーレがサイドになっていることが多かったりとかすれば、またね翼が真ん中に来て、攻撃の起点ぶち抜いていくとかそういう風に変わってきますし、今圧倒的にジェンティーレはやっぱり真ん中にいることが多いので、ね、あの上がって他のこういうキャラクターとかが多分後ろにいるんで、まあ、最近だと、カタルーニャのキャラとかいると思うんですけど、そういうようなキャラクターとマッチングしないように、うん、やっていくという感じです、はい。まあ、メリットとしてはやっぱりここの2人の関係で攻めていってなるべくこう押し上げていけるっていうところですね、はい。ただ最近はこう押し上げた時に一番気にしたいのは、自分も最近一番失点するのは翼くんがこう上がった時に打って取られると、相手が翼くんだった時にここにね翼くん残ってること多いじゃないですか、相手の。そうするとここでカウンターで一気に抜かれてしまうことが結構多いので、翼くんがもし、駆け上がる攻め方、まあ、自分は駆け上がる攻め方なんですけど、こうえぐる攻め方であれば後ろをこうやると結構致命的かなと思います。要はカウンター食らった時に、キーパーがこっちの、ね、OMF に最近出す傾向がすごい強くて、なので井川のお兄ちゃんだとマッチングされてすぐワンツーで飛んでいかれてセンタリングが上げられて入れられるっていうことが多いので、駆け上がるサイドの後ろのディフェンダーは強力な方がいいですと
いうところですね。やっぱりこれをやってから少し、最近のこれは AI の回収があったのでそういう風にするようにしてるだけですね。どちらかというと自分が攻めた後カウンター食らう時にカバーとして一番いいのがジェンティーレなのでそうしてるというような形です。はい、普段ね普通に攻められる場合に関してはこの2人で頑張ってケアして突破できなかった時にまあじゃあラストの壁でここで頑張ってっていう感じなんですけど、この辺はね人によってやりやすいやりづらいがあるんですが、翼の後ろっていうか駆け上がるキャラクターの後ろには強ディフェンダー入れとかないと昨今は取られた後のカウンターが非常に怖いなっていうのでそういう風な配置になってます。はい、で次ですね、結構これで喋ってしまったな、これで分かったかな、なんかフォーメーションの考え方をって、これ自分の本命なんですけど、本当はもう一個ねやりたいのはクルリンパが一番やりやすいのは3133です。はい、ただ3133で見た時に例えば自分の今持ち駒で見ていただければなんですが、3133の一番の肝って正直ここの一人だと思うんですよ。でここの一人が持ってる、条件っていうのがによってここの厚みっていうのが違うんですけども、まあいろんなキャラクターやいろんな考え方あるんですけど、後ろで止めればいいやっていうのでジェンティーでね真ん中にしとけばある程度なんとかなるっていう考え方もあるんですけど、結構難しくて、まあ3トップ例えばこういう風に組んだ時の場合でもこれ結構厳しい、まあ今絆は崩れちゃってますけど、やっぱりこう推進力ないですね。でこっちも今ロベルトも推進力があるわけではないので、やっぱりサイドの DF と戦えないので裏で、ね、クルリンパとかで裏で抜けてあげるっていう、まあやりやすいんですよね。クルリンパがやりやすいのは3133が一番やりやすいかなと思います。はい、でただ DMF の条件がこのフォーメーションだと、なんでダブルボランチにさっきのね3232でやってるかっていうと、結構要はどう美咲くん止めれる可能性があるかみたいな、裏通されて途中ストップできるかとか、ソロでリカバーとかないとっていうので DMF でやっぱり一番向いてるキャラクターはまだね未だにだったんですけど、これは自分の肌感ですが、未だにやっぱりこの赤井くん、この青井くん、はい、この青井くんですね、この青井くんが級の性能を持ったキャラクターが一番やっぱり DMF 向いてるかなと思います。この子が使えればやっぱりその3トップに戻したいなと思います。で持ってる内容としてはまず、リカバー、必殺技封印、読み勝ち、DMF に必要な要素全部持ってるんじゃないかなと思います。はい、自動パスカットですね、自動パスカット 100%、リカバー 80%、 必殺技封印、読み勝ちというので DMF で欲しい要素はね全部持ってるキャラクターなので、まあ、OMF でもいいですけど、やっぱそれ級のキャラクター、例えばこうなった時の問題点っていうのはこれもでもいいんですけど、自動パスカットがやっぱりあまりないので、通されやすい、フィールドパスで通されやすいっていうキーなポジションにいるんだけど通されやすいので結構崩されて、しかもリカバーがないですから固まった後ね復帰が遅いと。じゃあ、こちらたまに結構ねこのパターンを見るんですけど、こっちのグランディオスを使った場合はグランディオスとかくマッチアップされると弱いんで、相手に、ね、プレッシャーは与えることはできるんですけど、まあ抜かれてしまうっていうのが一番の問題ですよね。マッチアップして敵を止めれないっていうのが一番問題かなと思います。そういう意味では性能としてラドゥンガは結構優秀かなと思うんですけど、ラドゥンガは読み勝ちすればね大体何でも止めてくれるので、ほぼほぼ、リカバーとかもないんですけど、いいかなとは思ってるんですが、なんとなく、やっぱり自動パスカットがないっていうところですね。封印がなくても自動パスカがないのでなかなか、ここに置いとけないなと。やっぱりこう一つねケアできる、ただ、後ろがジェンティーレっていう条件でとか、後ろがね、今だと最強多分ジェンティーレだと思うんですけど、ジェンティーレが、いる場合はこういうフォーメーションでもある程度やりやすいのかなと思います。はい、まあ、3133に関してはやっぱりその、うちの連盟の交流戦とか見てもらえると鍋さんであったりとか時矢さんとか今使ってるんですけど、非常にやっぱりショートカウンターがしやすく裏がえぐって抜けてっていうね、カウンターが出しやすいフォーメーションでオフェンス特化なんですけど、やはりこの4枚がある程度、こういう今の高圧的なオフェンスに
耐えれるかどうかっていうディフェンダーが揃っているかによって選択するといいんじゃないかなと思います。あとは金褒めの状態ですね。はい、金褒め、まあ、あの日本人と海外今混ざってる時代なので、それをね、あの海外の人でシュートするとか、どういうふうに、キャラクターを構成しているかによってこの方面の向いてる向いてないが、まあ、クラブ方面も今ありますので、まあ、クラブの選手なのかっていうので金方面の効果の内容によっても選択してもいいんじゃないかなと。多分オフェンストッカーにしたい場合はオフェンスを強化したい場合はやっぱり3133がいいんじゃないかなと思います。はい、やばい、この2つだけでだいぶ長くなってしまった、はい、ちょっとまた、ちょっと今日まあ他にもいろいろねフォーメーションあるのでこの動画こんな感じでちょっといただいたリクエストいいのかというところで、ここまだ他にもフォーメーションありますから一度、コメントの内容を見させていただいてこんな感じの方向でよければこのまま進めていきますし、改善する必要があればそこをちょっと直しながら、初めてやってみたのでなかなかちょっと難しかった。口で説明するのやっぱりこう、みんなと話してる、いつも思うんですけど口で喋るのが一番難しい。はい、あの喋りながらちょっとやってみましたけど、はい、とかく3232の肝っていうのはこの、ね、ディフェンダーたちを、補助する、そしてこのフォワード OMF たちを補助する DMF、 この2人の存在、まあ、特に自動パスカットの方が圧倒的に本当はねいいと思いますけど、自分は今この自動パスカットない形でやってます。いいのかな、合ってるよねこれ、はい、このフォーメーションなんかすげえ崩れちゃったけど合っているかな、はい、合っていると思うんですけど、はい、そんな感じで、一度、はい、フォーメーションの考え方みたいなのをちょっと喋ってみたんですが、いかがだったでしょうか。ちょっと、難しい な、時間かかっちゃうの結構、やっぱりこれは、攻め方や守り方や持ってるキャラクターの構成の配置の仕方っていうのは、まあ、まとめると、ランクマの多勢に多勢、まあ、多くのひな形みたいに当たった時に最も適した配置でスタートしていくっていう考え方っていう風に自分はいつも思ってるので、ランクマやらない人とかだったりピンポイントでこの人と戦う時とかだったらまた変則的に変わっていくものなのかなと思います。はい、なのでホメの考え方は、まあ、そのイベントで PVE だったりリーグだったりとか相手が分かる場合とかっていうのはまたねやり方変わってくると思うんですけども、誰と当たるか分からない時っていうのはトレンドの中央値に合わせて対策できるようなフォーメーションを組んでるというようなのが現状ですかね。はい、そんな感じで、ちょっと一応まだ他のね3241とか3142とかいろいろフォーメーションあるんですけども、この流れでよければ今後またやってみたいなと思うんですが、ちょっとコメントいただければなと思います。はい、改善できるよう改善していきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。